エヴァのいろいろ一問一答。今回は四字熟語を覚える一問一答です。四字熟語の中でも有名なものを60個集めました。一文字目を表示させているので、それもヒントにして答えてみてください。目標に向かって猛烈に突き進むこと。猪突猛進。優れた人物や立派な業績が一時期にたくさん現れること。百花繚乱。考え、好み、性質などが人によってそれぞれに異なること。十人十色。天下に並ぶ者がいないほど優れていること。天下無双。素早く激しいこと。疾風甚大。油断せず十分に気をつけるべきであるという戒め。油断大敵。必要なものを自分で作って賄うこと。自給自足。何度失敗してもくじけず立ち上がって努力すること。七転八起。初めに心に決めた志を最後まで貫き通すこと。諸子貫徹。危機的な状況を一気に良い方向に立て直すこと。起死回生。宣言したことは何が何でも成し遂げること。有言実行。飾り気がなく真面目で強くしっかりしていること。質実剛健。卑怯な手段を用いず正面から立ち向かう態度。正々堂々。一つの目的に向かって夢中で取り組む様。がむしゃら。過去に起こった出来事をよく調べて学び、そこから新たな知識を得ること。温故知新。他に代わりのない、かけがえのないものや存在であること。唯一無二。目的を果たすために苦難に耐えて機会を待つこと。臥薪嘗胆。良い行いをすれば良い報いがあり、悪い行いをすれば悪い報いがあるということ。因果応報。学芸と武道の両方に秀でていること。文武両道。精神を集中し魂を込めた全力の投球をすること。一球入魂。日につきに絶え間なく急速に進歩すること。日進月歩。強い意志を持ち、どんな困難や失敗にもくじけないこと。不動不屈。度胸があり、恐れを知らないこと。
大胆不敵。一日に一つの善行をして、それを積み重ねるようにしなさいという呼びかけ。一日一善。一度にたやすく大きな利益を手に入れること。一攫千金。話にもならないほど間違っていて非常に良くないこと。言語道断。自分の行いの報いが自分に返ってくること。自業自得。対人関係や社会生活の正しい道理や人に対する思いやりのこと。義理人情。晴れた日には田畑を耕し、雨の日には家で読書をする生活。成功うどく。嘘偽りなく、真心を持ってことに当たること。誠心誠意。病気をせずに元気で健康なこと。無病息災。真に偉大な人物になるものは完成するまでに時間がかかること。大器晩成。天を敬い人を愛すること。敬天愛人。質問と返答のやり取りをすること。質疑応答。心や行いが正しく立派な様。貧困法制。勇ましくて勢いがあり、決断力に富んでいること。勇猛果敢。命を懸けるほど真剣に物事に取り組む様。一生懸命。たくさんの人の心が一つにまとまり、協力し合うこと。一致団結。仲間同士が互いに励まし合い、競争し合って共に向上すること。切磋琢磨。骨身を惜しまず、全力を尽くしてことに当たること。粉骨砕身。物事の始めから終わりまで。一部始終。まとまりがなく、筋道が立たないこと。支離滅裂。公平で良心に恥じるところがなく正しいこと。公明正大。天空に起こる変動と地上に起こる変異。天変地異。それまでの考えを改め、あることを成し遂げようと決意し、熱心に励むこと。一年発起。極めて緊迫した状態や状況。一触即発。胸いっぱいになるほど、しみじみ感ずること。
感慨無量。一つ間違えば危険に陥りそうなこと。危機一髪。用意が細かいところまで行き届いていること。用意周到。老いも若きも男も女もあらゆる人々のこと。老若男女。話や文章をわかりやすくするための順序や展開の仕方のこと。起承転結。進んだり後戻りしたりすること。一心一体。大変苦労したり辛い思いをしたりすること。四苦八苦。たくさんの客が次から次へと来ること。千客万来。人間の持っている喜び、怒り、悲しみ、楽しみの感情のこと。喜怒哀楽。顔や姿が整い、外見が美しい様。容姿端麗。失った信用や評価を取り戻すこと。名誉挽回。今までに例がなく、これからもありえないこと。空前絶後。極めてわずかな期間、非常に短い時間のこと。一朝一夕。小さな港や海岸に至るまで、全国各地のあらゆるところ。つつうらうら。お疲れ様でした。今回は有名な四字熟語60選でした。四字熟語は会話や文章に上手に使うことができると分かりやすくなり、知的な印象を残すこともできます。有名な四字熟語を覚えて積極的に使ってみてくださいね。このチャンネルではあらゆる情報をシンプルに楽しく学べるように一問一答形式で作っています。よければチャンネル登録と高評価で応援いただけると嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございました。エヴァのいろいろ一問一答でした。